終,文終わって皆さんはどんな日々を送っているでしょうかはい、もう本当に9月も終盤でこの秋分からのもう2024年に向けてすっごい加速実現が起こっている中で今宇宙連合光の最高評議会が伝えたいあなたへのメッセージをお届けしますので最後まで楽しんでください。 こんにちは穴口恵子の「ハッピースピリアルライフにようこそお越しいただきありがとうございますこの番組では、えー、ハッピーなスピリチュアルとリアルな、えー、統合を目指した番組ですなのですごい超スピリチュアルなこと超現実的なこと両方交差してお伝えしてきているんですけれどもやっぱり今私自身がですねあれこんなにも宇宙って愛が深いなって思う体験を宇宙連合の光の最高評議会と やっていますのでえ皆さんとはですね本当にこうさらにこの地球が天国でありこの地球天国ってどんな気分になれるかそれをですね体験していただきながら宇宙連合の光の最高評議会は私たちにこんな素敵な地球でどんなことをしたいっていうようなね手を差し伸べてくれているような感じなんですが秋、まあ、分の日はですね先週の土曜日でね、えー、来たんですけれどもその そのの以降、ね、この、ね、数日間どんな日常が始まっていますか何も変わっていないっていう方もいると思うんですけれどももうこの秋分で、ね、私がすっごい勢いでバンってこうダウンロードされた、えー、宇宙連合の光の最高評議会からのこ,うこのメッセージでこれからの,やはりこの秋をいかに過ごし2024年を形づけていくかにすごくかかっているなと思いますのでお伝えしたいことがあります。 はい、宇宙連合光の最高評議会はあなたは自分の出番だと今認識してやっていることは何ですかそうあなたの出番がもう何度も何度もやってきているのにもかかわらず今この時点でえ誰何のことってもし頭の中でハテナマークが出ていたら要注意なぜかというとですねもうあなたのステージは 完全に用意されていていこの9月はやはりたくさんの人間関係の中で精査されたことがたくさんあってそしてあなたが今つながっている大切な仲間がいることに気付いてくださいそれは目に見える肉体を持った人間もそうなんですけれども目に見えないこの宇宙連合の光の最高評議会をはじめとする宇宙人の 仲間っていうところが結構大いに今あなた方の、えー、この現在のこの秋の収穫から2024年のあなたの、えー、この出番っていうところに、えー、フォーカスを当てあなたにスポットライトをすごく当ててくれていることがたくさんあるのですがそのためには今あなたがこの終分を超えたところでですね、えー 秋の収穫ってよく言われますがあなたの出番だというふうに感じて自信を持ってやれることを、えー、どんどんと、えー、やっていくっていうことですね。とならばですねあのどちらかというとぼんやりこの秋を過ごすのではなくてもうすでに2024年呼び込んでいるわけなのであこれ私ができるからやりたいんですけど一緒にやりませんかあなたができることはこれですよねとかね お互いの,、えー、その出番を作り合うというようなそのようなコミュニティがさらに、えー、このスポットライトを浴びて、えー、たくさんの人のステージをですね今までは1人の人がスポットライトを浴びていたステージからまスすなすごい人数のスポットライトを浴びていくような現実想像がこのタイミングで起こりそうな気配がしているそうです。 なぜかというともうこれ以上あなたの出番を後回しにしたりとか知らないふりしたりとか閉じていくっていうことがもう全くできない現状が起きているからですだからもうあなた自身はあこれぞ私がやることでやりたいことで楽しんでやれることをですね 複数あったならばその複数の、えー、コミュニティに関わりながら自分というものをあそのステージあなたの出番を作り続けてみてくださいそしてまた同時に、えー、誰かがあなたの出番ですっていうふうに誘ってくれたことに対してあそれがイエスならばですねどんどんグイグイグイって登 <laughs> り込んでいってくださいというふうに言ってきますで同時にですね、えー、この、えー、これからの約、ね、9月が終わっていく、えー、中でですね えー、あなたが自分に対して、えー、本調子であるかどうか、えー、この9月もですね実は、えー、こう本当バイオリズムが崩れたり、まあ、体調や自分の感情が、えー、爆発するような、ね、特に秋分の前が多かったかもしれませんがその、えー、後遺症のようにですね秋分を経た時もですね、えー、現実の中で自分のことをすごく、えー、ケアできなかった、えー、本調子じゃなかった領域のことは できる限り9月中に、えー、本当にセルフケアですね自分の体調管理自分の感情がどこかで滞っているものは、えー、本当に調整しておいてあげることですねでそれを考えた時に何をしたらいいんですかという質問もあるかもしれませんがお風呂ですねでお風呂はただ,にただ湯船に浸かっていくということではなくてエプソムソルトであったりとか、えーそのえー、とお塩ですね、えー、天然塩を一握り お風呂に入れて本当に自分自身の内側に、えー、ずっとこう、えー、残っている、えー、バランスを崩した、えー、体の状態も含め感情の、えー、何か 浮き沈みっていうと,ところもですね全部全部吐き出していくっていうことをね、えー、やってあげるタイミングでもあるわけですねだから普段以上により丁寧に9月のこの,、えー、この終,わり終わりのタイミングで、えー、セルフケアの領域でもう本当にお風呂時間でですね本当にあなたが調和していくためにはの時間をですね、えー、取ってあげてみてくださいね。でそんな中でですねあの バスタイムって言っている中でですね、はい、今日はすごくその宇宙連合の光の最高評議会のメンバーの中でも、ホワイトブラザーフッドっていうね、えー、医療チームがいるんですね。 あのもうすごい23年前に私が翻訳した「マップ聖なる癒し」に登場してくるホワイトブラザーフッド医療チームなんですが彼らがですね今この宇宙連合のメンバーで、えー、皆さんが、えー、意識と肉体のアップグレードねするために、えー、関わっているのでぜひお風呂で、えー、ホワイトブラザーフッド医療チームを招いてみてくださいでこの、えー、ホワイトブラザーフッド医療チームに、えー、対してですね 私がこの、えー、2023年スタートしてそしてこの9月の、えーね、ついこの間の秋分の日までにずっとです、ねえー、感じていた、えー、すごくこの窮屈さいろんな人,があの人によって、えー、苦しみ、悲しみとか生き、えー、づらさとかあるいは、えーね、体調の不良ですね私はすごい機関士がやられてたんですね。 でそうういったもう完全に、えー、リカバーしたんですけれどももしそういったものが何か残っている詰まっているなと思っている、えー、ことがあったらお風呂で塩風呂を入っている時に同時にホワイトブラザーフットの医療チームを呼んでその、えー、あなたの課題を伝えてそして、えー、必要なヒーリングを受け取るということを意図してお風呂場のヒーリングをですねでお風呂もですねそ長湯でしなくてはならないというわけではなくてのぼせない程度ですね。 はい、10分以内で、えー、使っている間のヒーリングを受け取るとかですねするといいですねでホワイトブラザーフッド医療チームというのはあ,あなたが今、えっと、悩んでいる感情レベルや肉体レベルですねそういったことをですね普通に、えー、お話しして、えー、その領域の、えー、ヒーリングを受け取りたいということを依頼したら、えー、そのヒーリングを、えー、施してくれますのでね今回はそういったホワイトブラザーフッド医療チームのことをねすごく、えー、っとどんなふうに あなたに働きかけてくれているか体感してみていただけたらとっても嬉しいかなと思いますはい。まあまあ、ホワイトブラザーフード医療チームはですねあらゆるカラフルな、えー、エネルギーヒーリングが、えー、ね、えー、得意として、えー、やってきたり特に時にはですねホワイトブラザーフード医療チームが手に負えない時っていうのは他の医療チームを呼んできたりとかするわけですね他の惑星のね、えー、例えばそれはプレアレスの、えー、ね、えー、医療チームもいるんですね だからあなたにぴったりなその,そのヒーリングする、えー、この存在たちをですねちゃんと、えー、呼んできて、えー、手続きしてくれるというかそんな感じですね、まあ、総合病院の窓口みたいに思っていただいたらいいかなと思います。というわけでね、えー、9月の後半にもう本当にクリアにできることですね肉体レベルのケア感情レベルのケアをして、えー、10月は本当に、えーまあ調,和えー、調和をこうベースにしたね 現実創造収穫の時がやってくると思いますというわけで穴口恵子のハッピースピリアルライフを今日もですね私とつながってご視聴いただいてありがとうございましたもしご登録まだの方は是非登録いただいたらめっちゃくちゃ嬉しいですありがとうございました